日本がリードで後半キックオフです。長谷部、中村俊輔、強い、体をうまく使います。ボールを取った、ここにはセルヒオ・ラモスがいました。イニエスタが絡みます。クロスが上がった、中村、松井、あっとこぼれた、これはパスミスになった。予感のあるパスがつながった、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。松井大輔、本田圭佑、いい形を作りつつあります。これは止められます。ここは押し出します。シャビが絡みます。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。さあ周りを見たい、スルーパス、これはつながりません。松井、長谷部が行きます。さあここは本田圭佑、さあ中村俊輔です。イニエスタ、ダビド・ビジャが顔を出す。松井、ここで絡んできます。ここには中村、パス通りました。顔を上げたい、守備への切り替えが早い。ここで止めます。ここでセルヒオ・ラモス、考えすぎましたか。松井大輔、ピケ、シャビ、これはシルバー、中盤でチャンスを伺っています。体を当てて取る、奪った、ボールを持って中に入る、どうだ、繋がった、決まった、ゴール、ゴールパフォーマンスでスタンドを盛り上げます。なりますね、今日はもう完全に乗っています。まだ仕掛けません。ボールを回します。圭佑がプレーに絡んでくる、シルバが行きます。カプテビア、ちょっとコース来た、ゴール決まった。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。外と中が綺麗に連動して申し分のないゴールですね。シルバ、ダビド・ビジャがこれを抑えます。ここを起点にできるか。ファウル、フリーキックです。シュートは外れました。点差を縮めることはできませんでした。後方からじっくりと組み立てます。ここにはイニエスタがいました。ボールを失った、
松井大輔、シャビが絡みます。この判定は PK です。 PK となりました。イエローカードが出ました。もったいないことをしました。長谷部、これはキーパーに渡ります。まああれを入れさせるわけにはいきませんね。さあ誰に合わせてくるのでしょうか。オフサイド。シルバです。何を見せてくれますか。ダビド・ビジャ、コーナーにボールをセットします。視線が中に、審判はスペインのフリーキックを指示します。点差がついても諦める様子はなく、戦っている気持ちが十分に伝わってきます。ボールに行ったのはシャビ。ゲームを終盤に入り必死で攻め立てます。まさかの展開です。そうですね、さらに攻撃を一段上げてくるでしょうから、ここからですよね。ボールはディフェンスがクリア。コーナーキックは逃れました。ギリギリの位置からのスローインです。カプテビラがここにいます。本田圭佑、キーパー反応した。ボールを弾く。さあここは本田圭佑、中村、さあ折り返した。まだボールは生きています。日本、日本決めた。ゲット、さらに追加点、勝利をより近づけます。そうですね、近づきましたね。これでもう決まりでしょう。ワンサイドゲームとなってしまいました。ピケ、これはカフテビラ、これはシルバ。審判はフリーキックを指示します。奈良崎でこれは問題ありません。今日勝って欲しかった勝ち点3をがっちり使いました。この積み重ねが栄光へとつながります。